します。ご注意ください。はい、というわけで今岡山から待ってますね。山陽本線っていう場所が乗ってます。いや府中っていう駅まで到達する場所ですね。あら、ノンスタイルの方。井上さん大変だったでしょ。もう交通事故の件で。大変だったでしょうね。ここは今岡山市内。これなんでこう置いてるかわかる？次は2番線、次座る人、はい、お出口は左側です。どうしよう、お客さん、あのね、よく体の不自由な人、これね、わかると思う。妊婦はいいんやけど、お年寄りもね、場合によってはそんなに入る必要ないんや。お障害者も休養時お連れの方、妊婦と逆に言うと、あのちょっと車椅子でちょっと配慮したわけ。大体はそこの後ろの方に、後ろの方に待機するじゃん。で、ここに後ろにいる人たちもこっちの方に移動せんだからね。で、予定では一応12分10分に発信したんで、およそ16分ぐらい、20分近くで到着予定ですね。まあ、まあこの2人なんか、まあ、この視点がここもくれていった、あの海上自衛隊の幹部候補生学校、幹部学校があるんですよ。まあ、あの士官学校があるんですよね。びっくりしましたよ、海上皆さん。愛媛の近くでゴジラを襲ってきた。あ、別に大丈夫よ、襲わんて、基地自体襲わんて、大丈夫よ。ああいうところは厳重だから、みんなすぐ臨戦態勢に入る。ヤフーの基地で、ゴジラどこが逃げたか。ああ、潜ったよ。まあ大抵太平洋に行くんや。あの瀬戸内海経由で行ったら絶対バレる。目撃者増えるよ。そう、あと思った、意外とここも寒いんやな。太平洋沿岸地帯やから、瀬戸内海暖かい場所かなと思ったら結構寒い場所やと分かりました。びっくりですよ。まあね、ちょっとすいませんね。ちょっといいの？発車します。ご注意ください。ねえ、二和製っていう場所ね。もう間もなく倉敷に到着。前回はサムまだイコカーとか登録してなかったんで、存在自体も知らなかったね、まだ。まだサムが電車で行く慣習、身につけなかった習慣っていうんやけど、慣習ね、身につけてなかった時だったね。時は苦労したんだ。次は中庄です。確かこの最終電車に乗って、その岡山倉敷の駅まで行った。この時は夜だったんですよね。本当あの時は後悔してるわ。あ、だって今回も市場はね、道民倉敷って困る。あ、ちょっと前回の反省込めて、ちょっと謝罪込みで今回来ました。前回はちょっとサムもびっくりした。予約が意外で取るかわからなかったジャランの存在も、まあ知らなかった時代ね。今でこそ旅行サイトどんどん増えてるけど、まだ当時はなかったわ。2010ね、まだなかった時は、今でこそ、リクルートも KDDI もインダ参入してるね。そう、リクルートと KDDI 同じ会社、三菱系列だって。びっくりやな。知ってたね、三菱信託投資銀行が UFJ 信託銀行株券統括知ってますよ。
ヤフージャパンも本当はなんか三菱系列、三菱すごいね、サービス産業強い場所、エイベックスも抱えてるし、すごいね、抱えてる、びっくり。え、なんでエイベックス出したの？だって三菱の関係者結構日本製油かいじめ食らってるって分かった。セブン&アイもやられてるし、もう名前でやられてるって分かった。ブランドやられてるってはあれすぐ清掃見なさい、もうすぐ通知するか、セブン、エイベックス V のところある。上に点々、これんこれつけてくれて、これ旧表記は誤ったな、 5に小故障の小ね、これつけて説明表記してくれ、もう政府からの通知で本当はこの表記でした、もう過去のものはこれでした、ちゃんと政府が一括して代わりに謝罪してますんで、別にっていう形で送るんで、そういう形で皆さんに送って、政府が謝罪しました。数千年間は日本の聖書を改ざんして言わないとダメなんで、それとキャノンさんもキャメロンってすぐ言うから、キーに小文字の使いたいやろ、まもなく中章、中章です、これが使いね、日本語に聖書分かった、これを見直さない限り日本語は改革無理やとは、全部単純にない、もう法律の名前もそう、第四帝国時代の時のあの表記でよかったやろ、カタカナ表記で、そう、逆に言うと今度はひらがな化したらどうかって全部、できるんじゃないか、漢字ひらがなができんかで、ただ無理な金文字扱うなってことや、特に C に点々、あの図に点々ね、数に点々、あれ全体的に少ないね、日本語使用頻度少ないです全体的に、それははっきり言うの調べたけど、まあもちろんフランスの方だからロシアとかオーナー配慮した答えけど、でもね日本語は全体的に英語と中国語、チートズ、チートズは使わないです、もう言いにくい、これチートズ言いにくいわ、これよくこんな表記できたな、おいすっかりだまだよな、昔マーメイドの時ほんとびっくりやな、ここら辺の表記も同じ、もうすぐ通知するが、ここにも経由で全域に通知するが、政府の誤りでした、調査した結果な、1年間の調査の結果な、全体めっちゃ、その日は倉敷我々が補填します、ちゃんと通知しますから、倉敷の皆さん、そう、これ R だと思ってた、そう、これ K 新タウンです、 C です、倉敷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 、これこれね、新タウン、これは G になってもあるよ、これ G になってもあるよ、あんまり使わん方がいいって言われる、なんでこれだ、キーは新タウン、これ C で、これ R じゃん、L です、おね、数はもう9月、おこれ使ってくれたらいいよ、これ使えばいいで十分判断します、まあ、今回はちょっと道民さんにちょっとあんな謝罪ちょっと泊まりに行きました、前回は無理に、急遽予約したんで、ちょっと向こうも混んだんで、あの時は23時でギリギリやったんや、もし追加料金かかりますね、もしかないんや、今回はもう半省、ありがとうね、イクルトさんの経理です。もうみんな、ね、もう、ちょっと、検討したんですよ、法人税、もっと引き上げようって。だって 5% だと年間5000万円、計算したら。だって、大企業でも10万社ぐらいあるんやろ、計算したら。10万社ぐらいあるんやろ。こう思ったら、むっちゃ入る。税収、ふんだん、もう。50兆は行くって分かった、すごいわ、すごいわ、50兆行くわ、ここもう十分だって分かった、もう十分だと、もっと引き下げようかって、あと所得税もね、税率もうパーセンテージやめて、もう円にしたらどうかで、あと年金もね、あの納付の収入問わずとあれも見直すわ、もう200万円までもう免税認めるで、せんとあかんわ、総収入ね、天引き前後合わせて、そう、無理が分かった、そう、ちょっと手続きが複雑、誕生日会安倍晋三とまずいよいし、あの自動引き上げ規定も全部見直す、ずさんだっては全然解決してないと思う、
あまりに問題だったんで。というわけで、うん、皆さん、ね、ここはもっと発展できるわ。そう、この岡山県全域でそうユーゴスラビア結成できる。フラッシュ自治権にしたの。フラッシュ自治権で、県でできるってわけ。そういうわけで、これで最終で以上です。まあ後ほどまた、これはもう12月30日の水曜日の夕方、昼から夕方前まで撮ったやつで、配信はもう明日以降にあります。それはご了承いただきたい。以上です。